敦賀行きを発車します。どうにご注意ください。この列車は松戸三河方面普通鶴ヶ行きです。列車はこの先西金沢、野々市、松戸の順に終点の鶴ヶまで各駅に停まります。列車は4両で運転しております。お手洗いは一番前の車両と前から3両目の2箇所ございます。この列車のドアは駅につきましても自動では開きません。降りの際はドア横にあります開けるのボタンを押してお降りください。携帯電話のご使用についてお願いいたします。車内ではマナーボードに設定の上通話はご遠慮ください。また優先座席については混雑時携帯電話の電源をお切りください。皆様のご協力をお願いいたします。ご乗車ありがとうございます。次は西金沢です。お出口は右側です。どうにご注意ください。Thank you.
土の市、土の市です。お出口は左側です。
せや、入ってはこれも自転車了解、じゃあ年まで一緒に帰ろうやハル君ハル君、いいな、入ってこれも無理や発車します。ドアにご注意ください。
ください。ドアにご注意ください。
ということです。左側です。ドア横開けるのボタンを押してお降りください。ご注意ください。
ドアにご注意ください。
さく小松です。お出口は右側です。ドア横の鍵のボタンを押してお降りください。小松駅はホームが一段低くなっております。降りの際は足元にご注意ください。北陸新幹線をご利用のお客様は改札を出られましてお乗り換えください。小松に着きます。お出口は右側です。どうにご注意ください。
わず、合わずです。お出口は左側です。ドア横、開けるのボタンを押してお降りください。ドアにご注意ください。ありがとうございます。
車します。ドアにご注意ください。加賀本線です。お出口は左側です。お客様にこの先列車の遅れ見込みについてご案内いたします。次の加賀本線駅では遅れております北陸新幹線からのお乗り換えをお客様お待ちしてから発車いたします。そのため発車が約6分ほど遅れる見込みです。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしますことをお詫びいたします。加賀本線です。お出口は左側です。ドア横、開けるのボタンを押してお降りください。北陸新幹線ご利用のお客様は改札を出られましてお乗り換えください。加賀本線駅では遅れております北陸新幹線からのお乗り換えのお客様をお待ちしてから発車いたします。発車が約6分ほど遅れる見込みです。この先ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしますことをお詫びいたします。発車まで車内にてお待ちください。加賀本線に着きます。お出口は左側です。ありがとうございます。この列車は阿波野温泉福井方面普通敦賀駅です。現在発車時刻を過ぎておりますが、遅れております北陸新幹線からのお乗り換えのお客様をお待ちしてから発車いたします。加賀本線駅の発車時刻は17時33分頃見込んでおります。この先ご利用のお客様には列車の発車が遅れますことをお詫びいたします。発車まで今しばらく車内にてお待ちください。
新幹線からの乗り換えのお客様をお待ちしております。前方の信号機が赤信号から青信号に変わりしたらすぐに発車いたします。ご利用のお客様もうしばらくお待ちください。発車は17時33分頃変わっております。敦賀行き発車します。ドアにご注意ください。
ドアにご注意ください。牛の屋です。お出口は右側です。Gracias.
動にご注意ください。
左側です。ドア横を開けるボタンを押してお降りください。到着の際列車が左右に出ます。お立ちのお客様は足元にご注意ください。北陸新幹線をご利用のお客様は改札を出られましてお乗り換えください。約4分遅れに到着いたします。ご利用のお客様には列車の到着が遅れましたことをお詫びいたします。阿波野温泉に着きます。お出口は左側です。すぐに発車をいたします。発車後しばらくいたしますと列車が左右に揺れます。お立ちのお客様は足元にご注意ください。ドアにご注意ください。
してお降りください。Thank you.
福井です。お出口は右側です。
をしてお願いください。福井駅はホームが1台低くなっております。降りの際は足元にご注意ください。足元、上の荷物棚を被害しというお確かめの上、お降りください。ご乗車ありがとうございました。まもなく福井です。お出口は右側です。
左側です。列車のホームドアは A 段3階になります。通りの際は足元に乗せてください。
間カバーへだったので、お出口は右側です。
します。ドアにご注意ください。ドアにご注意ください。
が左側に行きます。このアベルのボタンを押してお願いします。
発車します。ドアにご注意ください。ご注意ください。
ください。ご注意ください。
をお願いいたします。博覧福井線の各駅からはマイクロバスの各駅のロードソングを持っていて IC カードが取り付けられます。それぞれの駅で IC カードを取り付けたのは今すぐ8時間切って一度の線路をお願いいたします。大阪駅の新三宮や線路地域に分けるシティ方面やマイクロバスに岐阜名古屋方面への IC カードのまたがってのご利用はできませんのでご注意ください。ありがとうございました。